俺の182の弓を食らえ。ヘッドショット。あ、血液。あ、またゾンビがいた。ゾンビ、また湧いた。嘘。湧きすぎだね。誰かなんか持ってませんか？肉とか。あ、俺ロッティングフレッシュ持ってる。僕も肉持ってますよ。捨てた。肉、匂い出てないですか？出てる。あ、それ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 。いやー、ゾンビ倒したね。増えるか。向こう、すぐ向こうが雪地帯なんですね。ああ寒いね。砂漠と雪の間ですね。すごい地形だね。すごいとこだ。恐ろしい。俺もチェスト置こうか。ここにしましょう。一回暗くて怖いですもんね。うん。一回明るくしときました。二回明るくしたいね。もう丸見えだね。大丈夫。これ丸見えは見つかるよね。丸見えじゃなきゃ大丈夫です。そこ、向こう側ダメです。向こう側じゃ危ないね。それダメだね。こっち側だけ、こっち側だけ。もしもの時は、ここ、うん、そこに、はしごがあって、登れるので。あ、いきなり、肉持ってる、肉持ってる、肉持ってる、ダメダメダメ。捨てて、捨てて。骨は大丈夫、骨は。骨は大丈夫、骨は。あの、匂いマークがついてなければ大丈夫です。斧開けちゃダメ、開けちゃダメ、開けちゃダメ。あ、開けちゃった、開けちゃった、開けちゃった。お肉床に置いちゃってるけどいいの？あ、シンさん全裸だよ。そんな関係ないよ、もう全裸だよ俺は。それまずくないですか、いろいろ。大丈夫。なんかゾンビ下でガチャンガチャンやってるよ。あ、やばいやばいやばい。キャンパイ焼けして、キャンパイ焼けして。来た。おっと、すごく地味に壊しているそのキスさんがいます、ここに。とりあえずこれで了解です。なんかこれ2つ並んでると妙な気分になりますね、これ。え、何見えるんですか？いや、なんか目玉が飛び出してるなみたいな。あ、なんとかミサイルに見えるわけじゃないですか。うん、なんか目玉が飛び出してるなみたいな、そういう感じにね。ねえ、サメキスさん。ええ。あの、話は変わりますけど、ハイディって面白いらしいですね。ハイディ、あ、ハイディね。あ、はい。あれ面白いですよ。ええ。うん。いや、別に特に関連性はないんですけど。うん。ないよ、全く。よし、新しい朝が来た。シンさんに渡しておきます。じゃあ僕ちょっと木切ってきますね。はい、お願いします。もう3日か、早いな。早いっすよ。結構4日目早く来ちゃいそうですね。ね、ただゾンビになっちゃいますよ、このままじゃ。え、ゾンビになれるの、このゲーム？いや、なれないです。死んでしまいます。なれたら面白かったな。あれ、7日後でしたっけ？7日後死にますね。あ、死んじゃうの？感染した状態だと。はい、死んじゃいます。へぇ、ゲームオーバー。ホーリーさんもあともう少しの命か。へぇ、悲しいね。なんとかこの街で見つけてください、アンチバイオティクス。一応経験値上がってるはずなんですけど、調べれば調べる。屋上からは侵入できないんだな。どうしようかな、これ入り口壊すの大変だな、これ。武器はそんなに壊れないけど、アックスは結構簡単に壊れますね。うん、確かに。まあ使用頻度高いですもんね。これペーパーっているの？ペーパーはですね、将来的にはショットシェルのたまに
へえ。完全幕みたいです。やばい、ゾンビいるぞ、この中。やばい、足音してる。怖い。ああ、来た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 。怖い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 。ちょっと待って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 。嘘嘘嘘。嘘でしょ。待つんだ。待つんだ、ゾンビ。待つんだ。話し合おう。話し合おうじゃないか。やばいやばい。やばいやばい。いっぱいやってきた、いっぱいやってきた、いっぱいやってきた。俺はいっぱいやってきた。には、死亡回数。あ、びっくりした。マジかよ。やっと倒し終わった。ゾンビ倒してるときは無言になってしまうな。集中した。ああ、ゾンビ来た。あの首の揺れがね、やらしい揺れ方する。どうしようって今思っちゃった。一回もう帰った方がいいかな。あ、羽が手に入るんだ。6時。まあ、いや、まだ22時までは大丈夫ですけど。やばい、匂いが出ちゃった。いっぱいね、荷物がいっぱいだから一旦帰ろう、はい、おっと、拠点がちょっと今日の拠点の出来具合を見よう。おお、いいですね。スパイクがいっぱいですね。なるほど。あれ、審査なんか格好が何チェケラッチョになってる。なんかおしゃれになってますね。チェケラッチョ、チェケラッチョになってる。君たちとは違うのだよ。あれ、これ上に上がれなくなってる。どういうこと。あの横のはしごから登ってください。横のはしご、はしご、あ、こういうことか。そこジャンプで、え、足りない？あんなに俺持ってきたのに。1000程度では。マジで？今1800くらい持ってるから、ちょっと待って、今渡しに行くわ。だって荷物のこれにあれは入ってないもん、道具が。あ、食べ物。道具が入ってないんだよ、道具が。切れないんだよ。あれあれ道具が。あ、そうか、道具も作んなきゃ。あ、もう忙しいな、このゲーム。だから作って入れといてって言っとるじゃないですか。いや、ちょっと他のことを優先しちゃいました。なんだね、他のこととは。あの、わかんない、何してたかもわかんない。やばい、俺ウッドがないから道具すら作れないわ。取ってこよう、ウッド。こうして我々の徐々に仲が悪くなる。険悪なムードになっていくのである。あれか、前に何か誰かやってた時の君は何してたのみたいな。今日一日の報告をしてもらおうかって。そうね、やばいやばい。君の配給は今日はなしだ。やばい、これだけ言いたい。よし、来た来た。帰ろ帰ろ帰ろ。ダッシュダッシュ。あと20分。今日締め出しを食らうのは誰か。シンジさんですね。え、もうみんな帰ってきてます。今日外で過ごさなきゃいけないのは誰だ。あ、よし、ただいま。よしよしよし、どうした。ただいま帰ってきた。これでトイレに行けるぞ。オーケー、わかんなさい。ちょっと荷物、あ、おー、やばい、10時、よし、ちょっとトイレ行ってきますね、はい、リアルトイレ。はい、リアルトイレ。じゃあ僕、一回、録画止めてリアルトイレ、あ、いや、リアルトイレ僕も行ってきます。はい、はい、いってらっしゃい。はい、私だけになりました。私、ホーリーです。サメキチさんとシンジさんとセブンネズやっております。さすがにこの時間を何だけのトーク力は持っておりません。なんで私に任せていってしまったんでしょう、この二人は。夜も怖い、この音楽も怖い。ちょっとリアルに怖くなってきた。
ちょっと隠れて、隠れて。二人が探すように隠れて。